じゃあ始めます。はい、お願いします。リーグオブレジェンドのルール、おー、皆さんリーグオブレジェンドなんていうジャンルのゲームか知ってますか？戦い、チーム、モバ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 、そう、モバ、モバでかい、モバ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 っていうのは、まあ、こういうフィールドがあって、おお、すごい、わかりやすい、すごい、すごい、ここにね、ベースが、ベンチだな、道があって、わかりやす、戦うっていうジャンルなんですよ。みんなこういうマップがあります、どのゲームでも。はい、道と間があってみたいな。これがロールの場合だと、こういうサモナーズリフト、これが、みんなが赤チームとこの青チームに分かれて戦うっていうゲームなんですよ。ゲームスタートすると、うん、端っこのこのベースのところからみんな湧きます。あ、わかるわかる、湧きますね、はいはい、ここから相手の方にバーッと攻めていきます。はい、はい、攻めていくんですけど、うん、基地の横にあるこれ、何ですかそれ。あ、噴水かな、これです、これ。なんだこれ、これなんとネクサスって言うんですね、これ。ネクサス、ネクサス、日本語で絆とか、こよつながりとかいう意味です。チームの絆をぶっ壊したら勝ちです。はいはいはい、マジで分かりやすい。このネクサスをぶっ壊すために、5人でいろんなところにわーっと分かれて、はい、戦うという中で、なんかこの間にあるなんかこのなんか川みたいな、はい、道やつとか、なんかここら辺の森にいるモンスター倒したりとか、はい、ガチャガチャやる、はいはいはい、ゲームとガチャ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 やるんだ、はい、急に雑になったな。5人でやるんで、みんなキャラクターを選ばないといけないんですけど、それがですね、160体います。160体、はい、覚えられないよ、バカげた数がいるんですけど、160 160覚えればいいのってわけでもなくて、160体に5個ぐらいスキルがあります、全員覚えられないよ、こんな。なんかこれ全部違います、しかも全員違う、もう無理無理、160体覚えられないよ、はい、しかもその160体全員にレシートみたいなクソ流してる。本当に長い、160体全部それ、どこで生まれて何があってここに来たみたいな、むちゃくちゃ長いのが小説やん、はい、すげー。ので、まあ自分に気に入ったキャラクターを選びましょうと、はいはい、絶対いますもん、こんだけいたら、あ、そうだね、だから人口増えないんだな。キャラクターを、おいおい、なんだ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 、おい、ごめんなさいごめんなさい、奥深いゲームだ、おい、そうだよ、ゲームだ。そうだよ、今ちょっと絆崩れたの、はい、ね、でこれね、あのキャラクター選んだら、じゃあどういう試合になるのかと、実際まず、はい、ゲーム始まりました、サモナーズリフトへようこそ、うん、一番最初に、うん、本当に皆さんにやってほしいことがあるんです、ここで、はい、1回目、初めてロールやった時に、はい、これ見てる人にもね、聞いていただきたい、まず、はい、エスケープキーを押してインターフェースから表示するタップを初めて読んでください。これ本当に大事です。これね、ゲーム体験が劇的に向上します。これ本当に大事です。特に始めたての時役に立つことはほとんどない。これをオンにしたままにすると、さまざまな言語で謎の呪文をずっとチャット欄に書き込まれ続けます。今日で一番力入ってるもんな、設定。わかりました。今試合始まったら皆さん、レベル1から始まります。かわいい。ここでね、アオリちゃんだ、これがレベルです、これ。ここのこれもレベルなんですけど、これ2になってるの分かります。分かりやすいなぁ。の画面の下の方にある。これも2レベルになってる。便利だなぁ。ゲームいいなぁ。レベルが上がると、確かに。なんかこれ矢印が出るんですよ。これ、あ、はい、こうやって押すと、すげえ。さらに6レベルになると、このね、 R ボタンのスキルが使えるようになります。はいはい、これがね、俗に言うウルト、ウルト必殺技なんです。はいはいはい、ここの QWE っていうのが、まあ、普通のスキルで、さらに強力な R が、うん、ここにあります。はい、相場でいうとショックダーツとかここら辺で、はい、リコンとか、あ、分かりやすい分かりやすい、これがハンターズビューリー、なるほど、はいはい、これが、うん、言われるぞっていうところはこれ、びっくりした、びっくりした。試合中にレベルを上げるよりも大切なことがあります。
何ですか。じゃあアリケンさん、はい、この世で一番大切なものって何だと思います。え、家族、いや違う、そんなもので大切なもの。そう、金です。大正解。素晴らしい。マジで金なんですよ。マジで金。本当に金。はい。しかも一回金を稼ぐともうずっと勝てないんです。金稼いでるやつ。ゲームの世界見てたな。金持ちが勝つゲームです。マジか。金持ちが勝つゲームです。この世のやる金が。やらしいゲームです。現実と一緒。レベルを上げてお金を稼いでアイテムを買って相手をボコボコにして相手の絆を破壊したら勝ちです。わかりやすい。すごいゲーム。役割だからみんな聞いたことあると思うんですけど、ジャングル、トップ、ミッド、ボット、サポートって言われる5つの役割に人を分けて、というわけでこのロールとかレーンの話をしたいと。今回はですね、まあ皆さんが結構性格が出るんで、しかもこれどのレーンに向いてるのか、どのレーンやりたくなるのか確かめるために簡単に各ロールの紹介をしたいと思います。性格診断だよこれ。トップレーンいきます。上の方で戦う人たち。あ、はい、上、はい、トップレーンは通称陸の孤島と言われています。え、全然かっこいい。寂しい、もしかして誰も来ない、あの最北端北でずっと1対1で相撲を取ります。相手も1対1だからか。これね、トップレーンが向いてるチャンピオンも、うん、ごついんですよ。あ、ちゃんと1人で戦えるよ。どういうファイターとかタンクとか言われる、もう、はいはいはい、ほんのりと汗臭い感じのレーンになってる。匂うな。まあ、今までザカ戦何回もやってきましたけど、あのトップにはどういう人言ってんのって言ったら、こういう人たち。めちゃくちゃ分かりやすいな。次にミッドレーンです。これね、一番ね、フェイカーこれがフェイカーなんだ。フェイカーもミッドレーンだ。もうマップのど真ん中に通ってる道にいるので、ここに来るチャンピオンがですね、アサシンとかメイジみたいな。うわ、かっこいい。かわいい。しかも体力が少ないけどむっちゃダメージ出るとか、超足速いみたいな。自分が主役になりたい、このゲーム目立ちたいみたいな。それはなんかやりたいって言いづらいな。それ5人こうやって写真撮ったらミッドレーナーって真ん中でこうなる。やっぱね、目立ちます。どうあがいてもミッドレーナー、本当にフェイカー。ここの例によく言ってるのは、今までの大会だとスタンミジャパンとかウズハとか、ボットとサポートの2人、これ2人で行動します。ボットとサポート大体ディオだ、ディオ。なんかこうやって聞いたらね、こうだと思うでしょ。俺もってやるから、サポートやってよ。俺もってやるから、まるまるちゃんサポートやってよみたいな。思うでしょ。わかる。これね、試合始まったらこれなんですよね。これなんですよ。マジでこれ。これも、これサポートの人は自分お金を稼がないんですよ。で、ずっとご飯食べてるんですよ、ボットレーン。大きくなってね。食べるんだ。食べてる。マミちゃんにはなりたくないな。ママご飯、ママご飯。ママはどこ？ママどこ？本当にこうなります。サポートの人はこう味方を助ける役割で、もうとにかくボットの人は相手を殴ると。で、サポートはいるじゃないですか、空気読めそうな。うわぁ、なるほど。でも、なんか、切れたらちょっと怖いみたいなね、人が行くといいと思います。なるほど、なるほど。今までの大会だと、イヌイ新茶。うわぁ、ぽいわぁ。対するボットですね。これ ADC なんていう言い方もするんですけど、弓とか銃を使って遠距離攻撃をさせるんですよ。あ、はい、最後やめて。で、DPS が一番高い。へぇー。なので、マウスでちゃんと相手をクリックして動いて、クリックして動いてっていうのが大事なんで、FPS とか、すごいマウスさばき大事じゃない。なので、FPS が得意とか、マウス操作に自信がある人が、結構行くことが多い。聞いたらも意味わかると思うんですけど、ローレン、ジャスパー、フランシスコ、ウルカです、ここにいるの。うわぁ、甘えたいんだ、ウルカ。ほんと甘えたいっていうのは、これね、一人じゃどうしようもないんですよ、こいつは。
一人だ。もうそうなんだ。体がとにかく弱い。DPS のためにも右腕だけずっと筋トレしてるみたいな感じなんだ。まず弱い。だから誰かに守ってほしいと。しかもすごいね、守られてる感をめっちゃ感じます。えぐいえぐいマジで。どんな気持ちなの今これウルーカ。いやもうそうやって言われてる。えぐいでしょ、マジで。合ってる合ってるでしょ、俺は。合ってない、合ってない。合ってる、合ってない、合ってない。本当甘えたいんだけどね。お腹さんの時間。最後いきます、うん。最後がジャングルです。正直に言うと説明したくもないです。難しいです。そうなんだ。今日、誰かがジャングルに行かないといけないです、12日2人が。うん、はいはい、もう一番暇な人がジャングルに行ってください。なんでそんなに難しいのか、うん、はい、まずみんなはこの道に行くんですよ。確かに道に行ったら相手も来てこうやって戦います。はい、はい、うん、こいつはこの間のなんか中立のこの NPC みたいなモンスターを倒すんですよ。オレンジのやつ。相手がいない、このキャラクターを倒した後にトップにお邪魔しますと。はい、ニットにお邪魔します、うん、ボットにお邪魔します、うん、まあ、ガンク、うんうんうん、ガンクって言うんですけど、そういうの、はい、いろんなところに介入して有利を作ってキルを取りに行かないといけない。なるほど。ということは全ての例の知識。いや、あ、なるほど、そういうことか。そういうこと言うんだな。これはつまり、逆に言えば試合を自分で動かせます。おー、なるほど、なるほど、重要だ。英語ってきた、はい、そりゃつまり負けたらジャングルのせいなんです。やりたくねー、嫌になってきた。なるほどね。相手のジャングルが来て死んだぞ、お前のせいだ、ジャングルのせいだ。俺がこいつに負けた、お前が助けに来なかったからだ。税金が高くなったのもジャングラーのせいだし、今日タンスで小指ぶつけたのもジャングラーのせいです。全部ジャングラーのせいだ。全部ジャングラーのせいだ。チャットにね、JG ギャップ GG って書かれるんですよ。ジャングルのせいだ。ジャングルギャップ GG。 まあ、たとえね、他人にお前のせいだと言われたり、まあ、自分が失敗したとしても、うん、いや、俺間違ってねえよ。メンタルですよね。謝らない人におすすめです。うん、以上、この5個の連から。個性強い。なんか嫌になってきたな。もちろん、キャラクターから選んで大丈夫。